皆さんこんにちは、アシスタント背景美塾の前田楠です。今日はですね、車作画の第3弾やっていきたいと思います。これラフでしょ？ラフにペン入れもしていきたいと思います。はい、以前の動画でこの写真を見ながら箱の中に車を入れるということをやっていったんですね。実際これは動画の中で描いたラフですので、もしね、これ気になるなって方いらっしゃったら、その動画見ていただければなんですけども、もちろんこれはそのまま商品にはなりにくいですから、ここにペン入れをしていかないといけない。ね、実際これからペン入れをしていくところを見ていただきたいと思うんですけども、僕がペン入れしているところをですね、ビデオで撮ってみました。ね、ではちょっと見ていきましょうか。ドキドキしますね。はい。さあ、ペンが入ってきました。ね、倍速でございますよ。倍速ですよ。早いですね。早いですね。早い。いいですね。で、まあ、多少ちょっと形はね、修正しながらです。ライトの子どうしようかな。そんなこと考えながら資料を見ながらです。ね。必ず資料を見てくださいね。資料を見ながら、ね、この微妙な曲線とか、ここはもう少し上行った方がいいかな。そんなことを思いながら書いてます。早い。さあ、どうでしょう。必ず資料を見て細部を書き込んでいきましょう。ね。はい。さあ、一番問題のところですね。タイヤです。ね。タイヤはフリーハンドって書いていくべきじゃないですね。これはツールを使いましょう。さあ、第2ツール。まあ、クリスタなどでもね、使いやすい第2ツールあるかと思います。さあ、どうでしょうか。フリーハンドでね、円を描くと、これ違うな、アップで描くべきだな。そうですよね。等倍で円なんか描くべきじゃない。さあ、ね、まあ、そんなことを考えながら、まあ、だいたいこれが25分ぐらいね、かけてペン入れをしていきました。どうでしょう。ラフができたから、そこでおしまいってわけじゃない。もちろんね、その後はディティール感、形取り、しっかりと考えながら、ね、ペンを入れていかないといけないわけですね。はい。さあ、今回は車の作画第3弾です。そうやって出来上がったのがこちらでございます。今これラフがそのまま表示されてますので、ラフを消していきましょうか。どうでしょうか。まあ、綺麗にね、ブラッシュアップできましたかね。まあ、いろいろと工夫しながら描いていくところです。ね。で、結構まあ、悩むところとしてはタイヤ、ね、悩みどころなんですけども、実際タイヤもね、ただ円柱というよりは少し周りが、このね、面取られてる感じ、削ってる、ね、かつらむきしてる感じですよね。あとはこのね、意外に、ちょっとこのね、膨らんでるところ、こういったところ、ね、こういったところをちょっと意識してあげるだけでも、随分ね、タイヤ感出てきますから、ね。実際、円を、輪っかを描く動画もあります。さらには、円をもっとしっかり描きたい方には、背景美塾の初級講座 DVD もございます。ぜひともね、ご覧いただければと思います。さあ、どうでしょう。そうするとね、車が出来上がってくるわけなんですね。もういい感じ出来上がってきましたね。お、なんか来た。背景が来たけど、そこ通っちゃダメだよ。背景が来た。もうどうしたの？車描いたじゃんか、これ。ね。前田さん。実はね、質問が来てるんだよ。質問？何質問って。ね、質問が来ましたね。さあ、あずきさんからなんですけども、実はですね、前回いただいた、前々回ですかね、第1回目の車のご質問をいただいたあずきさんなんですけども、ちょっと私欲が出ましたと。ね、車と人物はどうやればいいのか、どれぐらいの対比なのかとか、私が描こうとするとどうも車が大きくなりすぎちゃうとか、まあそういったお悩みがあるようなので、わかりました。ね、今回は背景描きたいくんと一緒にですね、車の中に人を、車の外にも考えてみたいと思うんですね。ちょっとこう、背景描きたいくん頑張、車に乗りたい。わかるよ。ね、じゃあ、ね、まずはなんかこう、車乗ってみるかい。車乗って、乗るんだね。車乗ってよ。若者っぽいよ。違うよ。ごめんね、ちげえしって言われて。若者だね。ねえ、若いから、小さいから、ほら、車の上に乗ったらなんかテンション上がるかなと思ったんだけどね。ちげえし。それ僕するとよくない。では、ね、車に乗りたい。まあ、それをちょっと考えてみたいと思うんですね。で、人物と車を合わせた時、どうも人物が大きくなりすぎてしまうというお悩みでもあったんですけども、ね、まあ確かにちょっとね、これパース感とかスケール感とかっていうものを知った方がいいかもしれません。第3回目は、そのスケール感を意識しながら、人物とどう車をね、組み合わせていけばいいのかを考えてみたいと思います。では、どういうふうに考えていけばいいのか見ていきたいと思います。おー、プリウスだ喜んでるよ、ね。じゃあこれまずは何を意識するか、背景書きたいくんの身長っていくつ？僕の身長はぴったり120cmだよ。足元から頭までが120cmのね、この背景書きたいくんなんですけども、じゃあこのプリウスってどれぐらいの大きさなのかなんですが、実際これタイヤの比率だけでお話をしてみましたけども、このプリウスをですね、ちゃんと調べてみました、スケールを。そしたらこんな感じのスケールでした。はい。ね、ああ、そうなんだね。いろんな微妙なミリ単位で、ね、書いてありますが、こんな感じらしいですよ。どうもプリウスの高さ、だいたい1m50cm くらいであるらしいとか、ね、この幅、すごいですね。奥行きっていうんですか、幅って、これなんていうんですか、全長っていうんですかね。ね、4m50cm くらいあると。で、ただ、この横幅に関しては1m70、1m80cm くらいなんですね。なるほどね。では、このスケールが分かると、どうやってこの、ね、背景書きたいくんが車の横に自然にいるようになれるのか。背景書きたいくんの身長って今120cmですから、なのでプリウスってどれぐらいなんだろう。150cmでしたね。で、120cmはちょっとあれだな。よいしょ。はい。背景書きたいくんも、はい、ミリ単位になりました。はい、1200mm です。ね、背景が来てくるのは 1200mm なんで、プリウスはこんな感じです。はい、プリウスの高さ出たよ。ね、アップにしますか？プリウスの高さ出たよ。ね。なので、ちょうどここにいると、もうそれっぽいですね。おほほほほほ。ね。ね、この足元からプリウスの高さまでが、ね、こうちょうど150cm くらいになるような高さです。ね。バッチリじゃん。さっきからなんか相性がいいと思ってたら、めちゃくちゃいい感じのスケール感で合ってるんですね。ほほほほほ。うん、で、ここに人物を置くとなるとどうするのって感じですよね。その時にまずはですね、アイレベルを出してみたいと思うんですね。もともとこれは箱を描いてます。箱にはパースを取ることができます。箱、これ斜めになってますが、この斜めの先にはこんな感じでパースが取れますね。パースっていうのはこのぶつかったところに小ス点ってやつが生まれてくるんですけども、その小ス点があるってところにはアイレベルなんてやつがやってきます。アイレベルバシン、ちょうどこのね、よいしょ、小ス点があるところにアイレベルなんてやつがやってくるんですよ。ビューっとね。さあ、で、このアイレベルってやつ、ね、よく人の目の高さというふうに考えちゃう方もいらっしゃいます。ね、いろんな言葉が含まれてくるものであるんですが、ただ絵を描く上では、この画面を撮ってるカメラはどこら辺の高さにあるか、アイレベルのことをもっとがっつり知りたい方は、初級講座の DVD、ぜひともご覧いただければなんですけども、カメラの高さはどこにあるかなんですね。そう、どうでしょうね。プリウスの天井よりも低いところにありますよね。しかもこれ見てください。ね、ちょうどここにあるアイレベルのこの高さって、ちょうど背景描きたいくんと同じくらいの高さに来てますね。ってことは、1m20cm、1200mm の背景描きたいくんと同じ高さにあるわけなんですね。さあ、で、なので、この画面っていうのは、僕で言うと、大体これぐらいの高さでカメラで撮っているということなんですけども、これが分かったら、じゃあ、どうやって人物を置けるのっていう感じはありますよね。もともとここには背景描きたいくんがいるから、こういうふうに出せたように読めてるけども、じゃあ、この情報を使ってどうキャラクターをね、考えていけばいいのか。ここで、一旦プリウスくんには退席していただきましてですね、ヒントとなるのがこいつです。じゃん。さあ、皆さん、お待ちかね、マイダックス大図鑑でございますね。覚えていますか？どんどんマイダックスの乳首は120cmなんですよ。ね。で、120cm覚えてますね。そう、120cmといえばですよ、今これ、ね、背景描きたいくんの頭の高さもそうだし、アイレベルがちょうど今これ、120cm来てますから、はっはっは。使えそうですね。ね。ではでは、この車の前にマイダックスを呼びましょう。マイダックス、はい、マイダックスです。マイダックス、そこは立っちゃいけないところだよ。さあ、では、このマイダックスをこの車の前に立たせてみたいと思うんですね。これはなんかマイダックス大きいし、ね、なんかおかしい感じがしますよね。ここで、この使えるのがですね、マイダックス大図鑑。マイダックスがどこまで行っても乳首の高さのところがカメラの位置なんですね。で、これちょっと動かしてみましょう。マイダックスが自然にいるためには、乳首のところにこの場合、アイレベルが来てくれればいいんですね。これだとまだ、なんかマイダックス大きいような気がするよ。ね。で、ちょうど乳首のあたりに合うと、この、車の前を移動するマイダックスになるわけです。ね。まあ、こんな感じで考えてみることができるんですね。ね、もう一人じゃあマイダックスを呼びましょう。マイダックス、バン、また来ました。ね、そこは乗っちゃいけないところですから、マイダックス降りてきてくださいね。はい、降りてくよ、降りてきたよ、降りてきたよ、降りてきましたよ。ね。さあ、マイダックス去ってみ、気持ち悪い。気持ち悪いよ。なんだこれは。これだとマイダックスの身長がなんか小さい感じに見えてしまうわけなんですね。さあ、で、先ほどもお話ししました。で、このカメラの高さ、どこまで行ってもカメラの高さはマイダックスの乳首なんですね。なので、マイダックスの乳首がちょうどこのアイレベルと同じくらいのところに来ればいい。ね、これだと小さいマイダックス。ね、これぐらいがちょうどいい感じのマイダックスになるわけです。ね、どうでしょうか。ね、まあそうすると人物よりもなんかこの大きいという感じは見えにくくなってきてますでしょうかね。じゃあもう一人読んでみましょう。マイダックス、来ましたね。さあ、マイダックスが近寄ってきましたよ。で、じゃあプリウスの前に立ってください。プリウスの前に立ってください。じゃん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 。ちょうど乳首のあたりにこのね、このアイレベルが来ればいいんですけども、これどうでしょうか。ひげの高さって僕の顎の高さって150センチなんですね。どうもプリウスは僕の顎の高さぐらいらしいんですね。まあそういうところを考えてもね、このプリウスの前に置いた時ちょうど顎の高さぐらいに来てる感じいいですよね。まあアイレベルはどこまで行っても乳首という感じだしね、こうなんとなく立たせた時にもちょうどいいスケール感ですよね。なんか背景描きたい君と一緒になんかこう喜んでる感じにもなります。車いいね、車いいね。さあね、まあどうでしょうか。なんとなくそういう感じ、車の前に人を立たせる場合の考え方というよりはアイレベルの考え方なんですけども、大きくなってしまうのにはやっぱりそこに理由がありますのでね、まあそこら辺はうまくね、このスケール感なども考えながらちょっとね、こう試して書いてみてくださいね。頭の中だけで考えても絵って出来上がってきませんから、是非ともね、今回の動画見ながらね、実際車書いてみて、その中にキャラクター入れてみてほしいんですね。さあ、で、まあ車に乗りたいですから、車に乗ったキャラクター最後に描いてみたいと思います。まずはですね、この側面図に車に乗ると人はどうなるのか、実際の、資料を見ながら描いてみたものがあります。こちら。ね、どうも車の中に人が乗るとこれぐらいのスケール感らしいんですね。ね、随分突っ張ってる感じですけども、なるほどね。ね、随分ね、こう座ってる、こう深く座ってる感じですよね。さあ、で、頭の高さ150よりももちろん下にある感じです。ね、なんとなくこの感じってものを意識しながら、ね、車の中に人を考えてみるのもありでしょう。まずは、これ、人を描いてみたいと思いますが、運転席に人を置きます。ドン。ね。はい。まあ、なんとなくどういう感じで座ってるのかな。もちろん、このシートまで考える必要はないかもしれませんが、ね、あ、こんな感じで座ってるんだね。ね、見えてるところは、おのずと、こう、イメージしやすくなっていただければ幸いでございます。さあ、さらに奥の方を描きますね。こっちの助手席にも人を置きましょう。ね。そうするとですね、まあ人を考えやすくなるかな。イメージするときに、あ、こういう感じで座ってんだなっていうのが見えてくるとどうでしょうか。何かちょっと手がかりにはしていただければという、こういうふうに思います。ね。まあちょっと、ね、こう慣れないと難しい感じがあるかもしれません。実際ここにじゃあ車の中に人を入れちゃいましょう。まあもちろんね、手前の方にはここにはなんかこうダッシュボードみたいなのがあったりしますからね、全部これ見えてるわけじゃないんでしょうけども、もちろんね、これ微調整はいっぱいしてもらっていいですよ。だってこうした方がいいじゃんとか、あ、これからなんか普通なのかな、で奥の方にこれぐらい寄せてもいいかもしれませんし、ここはちょっと前のめりすぎる感じがしますね。まあ実際の写真とか見ながらいろいろ自分なりに起きやすいところ、まあ不自然じゃないところっていうのも追求していただければと思います。さあどうでしょう、あずきさん、キャラクターね、車と一緒にキャラクターもなんとなく描いてみようかなって感じになってきましたかね。もうぜひともいっぱい描いていただければと思います。お、背景描きたい動き始めましたよ。ね、いいね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 、あ、寄ってきた寄ってきた寄ってきた、あ、いいねマイナックス、あ、離れた、あ、いい子いい子いい子、どこねあ、ね、これよく中野先生がやるやつでしょ、いい子いい子いい子、あ、ね、逆になっちゃう、あ、今回の動画が面白かったなという方、ぜひとも高評価いただければ幸いですね。では次回の背景美塾の動画お楽しみにしてください。ではでは。